毎日25歳ネオ窓際族さんです、はい、毎日キングコング、楽しみにしています。虫眼鏡でタバコに火をつけることは可能なんでしょうか。ライターを捨てれることが多いので知っておきたいです。はい、なるほど。一回虫眼鏡でね、うん、肌ほくろさんのほくろが、うん、いや、むっちゃ暑かった。皮膚でやっても暑かった。暑かった。は実際危険じゃない。喫煙者なんで、うん、ちょっと外でじゃあるか。毎日ああ絶対行く。あ、もうそんだけの塗ってたらいいんじゃないですか。絶対行くわ。ちょっとやってみましょうか。じゃあありがとう。はい、よし。ちょっとこれ 目は絶対あかんからね。はい、口あ、声ないうわわわわ、ちょっと待って、はい、どうやってこの目目、はい、目閉じて。ちょっとマジでもっと結構近づけたのかと。もうめっちゃ怖いな。メートじゃん。危ない危ない。え、結構近づけたのか。あれあれ、ちょっと待ってな。ちょっとしゃがんでくれへん。位置関係よ。あ、いいね。マジでできんの。どうやって。焦点の合わせ方は、そう、あの手にせなあかんやん。はいはい。マジでどうやんの。あれなんかでも光は集まってる感じしますけどね。あ、マジですか。うん、じゃあなんか手にならへんのボヤンとしちゃう。ああ、普通にできへんの。これタバコってあれ、あの吸ったりせなあかん。いや別に大丈夫だと思います。あのタバコの先に光集まった時に、うん、燃える感じ出てきたら、僕が吸うんで。やばいやばい。これ全然無理やん。はい。やばい。チリチリ言ってます。いや、わかんないわかんない。兄さん、ちゃんとやってます？やってんねんけど、使えんねや。なんでずっとチリチリ言ってます？わかんないわかんない。え、何も言ってない。毎日キングコング、お頭焼いとるやないか、おい。